地方国立音訳版ですデイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館にお問い合わせください「声の地方国立」9月20日号第1221号「学び挑戦し続ける町」「共に歩み続ける町」「培い育み続ける町」 文京都市国立令和元年2019年毎月5日20日発行令和元年8月豪雨災害義援金受付中この災害義援金は被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて全額を被災者へ送られます。 皆様の温かいご支援をお願いします。受付場所、市役所1階、福祉総務課窓口、国立駅前、国立国分寺市民プラザ、北1-14-1。受付期間、令和2年1月31日金曜まで。問い合わせ、福祉総務課地域福祉推進係。 編集発行国立市役所市長室広報校長係郵便番号186-8501東京都国立市富士見台2-47-1代表電話042576-2111ファックス042576-0264 ホームページ。<www>. T h. T. T. P. W. 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 C. I. T. K y. K. U. N. I. T. A. C. H. I. T. O. K. Y. O. J. P. スシュ。しのきいちょう。しのとりしじゅうから。しの色緑色どの花なう 1>, おくじ1ページ「子ども・子育てのことで悩んだら国立子育てサポート窓口」「国サポへお越しください」「国サポは0歳から18歳のお子さんがいるご家庭の子育ち・子育てを応援します」「子ども・子育てに関するご相談の流れ」「母子健康手帳の交付時に保健師が面接し各種サービスなどについてご説明します」 2ページ税・年金10月から資税等のクレジットカード納付にかかる決済手数料が変更されますお知らせ使用料・手数料の改定案に関するご意見募集及び市民説明会開催お知らせ国民健康保険税課税限度額の改定に関するご意見募集及び市民説明会開催お知らせ 事事務事業評価委員会における評価対象事業とヒアリングの日程をお知らせしますお知らせ祝日を除く月曜日水曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時に市役所1階の障害者支援課に手話通訳者がいます3ページお知らせ夜間や土曜日日曜日に証明書等が受け取れる テレフォンサービスをご利用くださいお知らせ「総合オンブズマンの平成30年度における運用状況についてお知らせします」「お知らせ「持てる力を市政に生かしませんか?」「令和2年度採用国立市職員募集」「イベントガレージセール開催」「と出店者募集」「お知らせ」「資源回収推進奨励金」 第2期分交付申請締め切り日のお知らせ環境第21回環境フェスタ国立開催お知らせ第9回国立市まちづくり審議会4ページ防災防犯日頃の防災減災にぜひご利用ください防災防犯東京都行政書士会立川支部と 災害時における被災者支援に関する協定を締結しました防災防犯私立第三小学校で防災訓練を実施イベント国立市認知症の日イベント企画映画ケア人あなたでよかった上映会開催福祉国立市地域医療計画市民勉強会開催健康 気軽に参加できる市民向け講演会知って安心薬の飲み方選び方開催健康無料の検診を受けて健康チェックをしましょうお知らせ総合オンブズマンでは市の機関等に関する苦情を受け付けています防災防犯立川国立防犯フェスティバル開催5ページ子ども 子供の最善の利益が実現される社会を目指して社会福祉法人国立子供の夢未来事業団を設立しました子供広場お楽しみ会卵と一緒にハロウィンパーティー開催子供西保育園矢川保育園遊ぼう会地域交流食育ご飯の話開催子供 R.H. グローバル人材育成基金活用事業。令和元年度第3回グローバルカフェ開催。テーマ、ハロウィン。お知らせ、11月22日のいい夫婦の日に合わせて、お二人の思い出となる特別な記念に国立市オリジナル婚姻届を提出しませんかお知らせ、子供の人権オンブズマンでは、 子どもの人権侵害に関すす。る相談を受け付け付ています6ページ健康保険コーナーがん一時検診健康そなたの検診及び講座お知らせ日曜祝日の応急診療は7ページお知らせ11件図書館カレンダー みんなの伝言版8ページイベント第9回平和市長会議国内加盟都市会議総会ピースフロム国立開催10月の相談目次終わり今日も子育てのことで悩んだら国立子育てサポート窓口市役所1階20番窓口 子育て支援課、国里へお越しください。悩み事や相談項目が大小8つの円の中に書かれています。順番に読んでいきます。妊娠、子育てについて不安や心配事がある。子供のことでどこに相談したらよいかわからない。学習支援や子供食堂を利用したい。引きこもりの子供がいる。 一人親家庭の養育費や子供との面会交流について相談したい家族関係で悩んでいる地域にある子供の居場所などについて知りたい一人親家庭の親の就労子供の学費などについて相談したい国サポは0歳から18歳のお子さんがいるご家庭の 子育ち子育てを応援します新しい家族の誕生は心待ちなものですが迎える家族の生活は大きく変化します初めてのお子さんを迎えるご家庭であっても妹や弟を迎えるご家庭であってもそれぞれのお子さんにその時々の成長は保護者の方にとっては初めての連続かもしれません国サポでは家族の数だけ 家族の形があることを大切にしながらお子さんが自分の道を歩き始めるまでの限りある子育ち子育て期を親子で楽しむことができるようサポートさせていただきますプライバシーは守りますので安心して気軽に国サポまでご相談ください子ども子育てに関するご相談の流れ流れ図があります 3つの項目ごとに相談のご案内が下矢印で結ばれています左から順に見ていきます1ご相談の内容について担当窓口が分かっている場合直接担当窓口へ2どこに相談したらよいか分からない場合まず「国サポ」「国立子育てサポート窓口へ」へ ここには、ご相談内容に対する担当窓口がある。そして、担当窓口をご紹介します。お話を伺い、適切な窓口へおつなぎします。三話を聞いてほしい場合国サポ・国立子育てサポート窓口へここで、困りごとが多方面にわたっているか、困りごとが複雑に絡み合っているかを判断。 そして、チームで支援します。ご相談者同意のもと、関係部署でチームを組み、困りごとの解決をしっかり支援します。図終わり。都子健康手帳の交付時に、保健師が面談し、各種サービスなどについてご説明します。わからないこと、ご心配なことなど、ぜひご相談ください。 子育て支援課の国サポ窓口に常駐する保健師が、妊娠届を提出された妊婦の方に、母子健康手帳をお渡しし、体調確認、サービス紹介などをさせていただきます。合わせて保健センターの保健師や、子ども家庭支援センターなどと連携しながら、出産前から切れ目なくサポートします。母子健康手帳の配布場所、 国サポ、市役所1階、20番窓口の子育て支援課、子育て支援係。保健センター、富士見台3、3-16-5。北市民プラザ、北3、3-1-19号棟。国立駅前、国立国分寺市民プラザ、北1、1-14-1。1 妊婦面接の所要時間は30分程度です。北市民プラザ、国立駅前、国立国分寺市民プラザに母子健康手帳を申請された方については、各施設に設置してあるテレビ電話で保健師が面接を行います。問い合わせ、国サポ、子育て支援課子育て支援係、直通電話、576の なおご相談は電話でもお受けしています10月から資税等のクレジットカード納付にかかる決済手数料が変更されます資税等の納付には平成30年度よりモバイルレジにてクレジットカードが利用できるようになっていますこの度消費税率引き上げに伴い クレジット納付の決済手数料が変更されます。令和元年10月以降の納付にかかる決済手数料は次の通りです。納付金額1回あたり、決済手数料税込みの順に読み上げます。納付金額1回あたり、1円から5000円、決済手数料税込み27円、 五千一円から一万円、八十二円。一万一円から二万円、百六十五円。二万一円から三万円、二百七十五円。三万一円から四万円、三百八十五円。四万一円から五万円、四百九十五円。以降。 1>, 1万円ごと110円加算。地税等の納付には、モバイルレジが利用できます。モバイルレジとは、納付書に印刷されたバーコードを、スマートフォンや携帯電話のアプリのカメラで撮影し、モバイルバンキングやクレジットカードを利用して、税金等の納付ができるサービスです。利用できる税目は、市税、都民税、 普通徴収分固定資産税都市計画税軽自動車税国民健康保険税普通徴収分ですアプリは無料ですがパケット通信料がかかりますまたクレジットカード納付の場合は納付税額のほかに決済手数料がかかります利用可能なクレジットカードビザ マスターカード JCB アメリカンエキスプレスダイナース次の場合はご利用いただけません納付書にバーコードの印字がない場合金額を訂正した場合納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合原則納付書の分割は行っていません 納期限が過ぎている場合。なお、利用可能なクレジットカードや利用手順など詳細は、さっきの株式会社 NTT データのモバイルレジホームページをご覧ください。パソコン版ホームページ、http://solu-ti-on.cafis スラッシュ BC-PAY スラッシュモバイルレジで納付した場合は領収証書が発行されませんネットバンキングの取引明細や通帳基調カード会社が月次などで発行する利用明細やウェブサービスにおいてご確認くださいまた領収証書が必要な方は 金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアをご利用ください現在口座振替を登録している方がモバイルレジを利用するには一度口座振替を解約していただき納付書をお渡しする必要があるため問い合わせ先までご相談ください問い合わせ収納課管理係直通電話5 7 6 5 2114使用料手数料の改定案に関するご意見募集及び市民説明会開催市では長らく見直しを行ってこなかった使用料手数料について負担の適正化を目的として見直すため使用料手数料の見直しに関する基本方針を策定しそれに基づいて個々の 使用料手数料を見直すこととしています。この度、使用料手数料の改定案を策定しましたので、市民の皆様のご意見を募集します。また、その内容について、市民説明会を開催します。料金改定を予定している、主な使用料手数料。8項目あります。市民プラザ使用料。最大、 1300円の値下げ。福祉会館使用料。最大200円の値上げ。一部値下げ。市民芸術ショーホール使用料。市外料金を新設。市民総合体育館使用料貸し切り。おおむね1割の値上げ。市民総合体育館使用料。個人。体育室。 プールを50円値上げ、市外料金を新設。野球場、サッカー場使用料、350円の値下げ。住民票の写し、課税証明書等の証明書発行手数料、100円の値上げ。ごみ処理手数料、直接搬入、事業系ごみ処理手数料等を値上げ。詳細は、 次の閲覧場所にて、使用料手数料の見直し内容案をご覧ください。募集期間、9月27日金曜から10月20日日曜。閲覧場所、市役所1階情報公開コーナー。2階、政策経営課。北市民プラザ、北3-1-19号棟。 南市民プラザ、泉2-3-21号棟。国立駅前国立国分寺市民プラザ、北1-14-1。福祉会館、富士見台2-38-5。市民芸術小ーホール市民総合体育館、富士見台2-48-1。市ホームページ、 使用料手数料の見直しについて提出方法ご意見の内容をまとめ様式自由住所、氏名、連絡先を明記の上問い合わせ先まで郵送、ファックス、メールまたは直接ご提出ください市ホームページパブリックコメント意見公募内の ご意見入力フォームからも提出できます。なお、原則として、いただいたご意見は、個人が特定されない形で公表します。また、ご意見に対して、個別の回答はしません。市民説明会開催、申し込み不要、日時、場所、丸一、10月10日木曜、午後7時から、南市民プラザ多目的ホール、 丸二10月11日金曜午後7時から、北市民プラザ第1第2会議室。丸三10月12日土曜午前10時から、市役所3階第1第2会議室。各会90分程度を予定。問い合わせ、郵便番号186の 8501富士見台2-47-1政策経営課財政係イーメール s ーシーアンダーバーセイ e ーキウケイイイアットマークキイティドットキウニタシーアイドットエルジードットジピ 国民健康保険税課税限度額の改定に関するご意見募集及び市民説明会開催市では地方税法等の改正を受け国民健康保険制度をより健全に運営していくために国民健康保険税課税限度額の改定年間の医療分58万円を61万円に改定 をを行うことを考えています対象となる方は単身世帯で所得金額約1051万1000円給与収入約1271万1000円超この改定の内容について市民の皆様のご意見を募集しますまたその内容について市民説明会を開催します募集期間 10月1日火曜から25日金曜。閲覧場所。市役所1階。国民健康保険係情報公開コーナー。北市民プラザ。北3-1-19号棟。南市民プラザ。泉2-3-21号棟。国立駅前 国立国分寺市民プラザ、北1-14-1、公民館、中1-15-1、中央図書館、富士見台2-34、市ホームページ、パブリックコメント、意見公募、提出方法、ご意見の内容をまとめ、様式自由、住所、 氏名・連絡先を明記の上、問い合わせ先まで郵送ファクスメールまたは直接ご提出くださいなお原則として頂い,いたご意見は個人が特定されない形で公表しますまたご意見に対して個別の回答はしません市民説明会開催申し込み不要 日時、場所。丸一、10月18日金曜、午後7時から、市役所3階、第3会議室。丸二、10月19日土曜、午前10時から、北市民プラザ、北3-1-19号棟。各会、1時間程度を予定。 問い合わせ、郵便番号18、186-8501、富士見台2-47-1、健康増進課、国民健康保険係、直通電話57、576-2124、e ーメール sec-k-en-k-o-z-o-s-i-n、 アットマーク CITY.KUNITACHI.LG.JP 事務事業評価委員会における評価対象事業とヒアリングの日程をお知らせします申し込み不要市が行う事務事業について第三者の視点から客観的に評価するため 平成26年度より、国立市事務事業評価委員会以下委員会というを開催しています。8月5日に開催した令和元年度第1回委員会において、今年度の評価対象事業及び担当課へのヒアリング、聞き取り、日程が作表の通り決まりました。委員会は傍聴可能です。 表があります開催会日程ヒアリング対象事業担当課の順に読みますなお時間と場所はすべて同じで時間午後7時から9時場所市役所1階東臨時事務室です開催会第2回日程 9月26日木曜ヒアリング対象事業対象事業2件1外部指導者等人材活用事業担当課教育委員会教育指導支援課2放置自転車対策事業都市整備部道路交通課第3回10月11日金曜 対象事業2件1高齢者等健康増進事業健康福祉部福祉総務課2地域参加型介護サポート事業健康福祉部障害者支援課第4回10月29日火曜対象事業3件1城山里の家 管理運営事業都市整備部南部地域まちづくり課2敬老大会運営事業健康福祉部高齢者支援課3長寿軽縮事業健康福祉部高齢者支援課第5回11月8日金曜対象事業2件1 小中学校食卓員配置事業。教育委員会教育総務課。2、システムコンサルティング事業。行政管理部情報管理課。第6回。11月21日木曜。事業資金融資事業。生活環境部町の振興課。表終わり。 問い合わせ政策経営課政策経営係祝日を除く月曜日水曜日午前9時から正午と金曜日2時から5時に市役所1階の障害者支援課に手話通訳者がいます問い合わせ障害者支援課手当給付係夜間や 土曜日日曜日に証明書等が受け取れるテレホンサービスをご利用ください平日の日中に市役所にお越しにならない方のためにあらかじめ電話で申し込みをいただくことで夜間や土曜日日曜日に住民票の写しなどの証明書等を受け取ることができるテレホンサービスを実施しています利用できる証明書等 丸一住民票の写し。丸二課税非課税証明書。丸三納税証明書。丸四母子健康手帳。丸五印鑑登録証明書。なお、母子健康手帳と印鑑登録証明書は、ご本人がお申し込みください。印鑑登録証明書を申し込む際は、 必ず、印鑑登録証、カードの番号をお知らせください。印鑑登録証明書を受け取る際は、必ず、印鑑登録証、カードをお持ちください。証明書等の受け取り場所、北市民プラザ、北3 1 1 9号棟国立駅前、国立国分寺市民プラザ、北 一の十四の一。金文堂、中、一の九の四十五。市役所警備室。セブンイレブン、国立富士見台、四丁目店。富士見台、四の八の七。南区公会堂、泉、三の二十九の十一。南市民プラザ、泉、二の三の二、一号棟。 申し込み方法次の希望される受付場所に応じた申し込み先に電話でお申し込みください表があります申し込み受け取り場所取扱証明書申し込み受付時間の順に読んでいきます申し込み市役所の各担当部署へ住民票の写し印鑑登録証明書は市民課。 課税非課税証明書、納税証明書は課税か。母子健康手帳は子育て支援か。なお、証明書等により申し込み先が異なります。次に、受け取り場所と取扱い証明書。受け取り場所、市役所警備室。取扱い証明書、丸一から丸五。受け取り場所、金分堂セブン‐イレブン 国立富士見台4丁目店南区公会堂南市民プラザ取扱証明書は一から丸四。受け取り場所北市民プラザ警備室取扱証明書一から丸五。電話574-3087受け取り場所国立駅前国立国分寺市民プラザ警備室 取扱証明書一から五電話501-6890申し込み受付時間国分寺駅前国立国分寺市民プラザ警備室は平日午前8時30分から午後7時それ以外は平日午前8時30分から午後5時表終わり 同居されている場合でも住民票上世帯を別にされている家族の方の証明書は発行できません証明書ごとに要件が異なりますので申し込み方法については問い合わせ先までお問い合わせくださいなお各取り次ぎ店市役所警備室北市民プラザ夜間事務室国立駅前国立国分寺市民プラザ夜間事務室 南市民プラザでの申し込みは受け付けていません。問い合わせ市民課市民係直通電話五七六の二一一七総合オンブズマンの平成三十年度における運用状況についてお知らせします。平成三十年度に一般子どもの人権オンブズマンが受け付けた 相および苦情・救済申し立て等の件数は次のとおりです。表があります。平成30年度相談・申立て等件数。一般オンブズマンから相談件数49件申し立て件数6件是正勧告1件次に子どもの人権オンブズマン。 相談件数26件申し立て件数1件是正勧告0件なお申し立て件数は平成29年度に相談を受けた後平成30年度に申し立てとなったものを含みます表終わり。運用状況の詳細を掲載した平成30年度年次報告書は市のホームページ 総合オンブズマンほか次の閲覧場所でご覧いただけます閲覧場所市役所1階情報公開コーナー中央図書館富士見台2-34公民館中1-15-1北市民プラザ北3-1-19号棟南市民プラザ泉 号棟国立駅前国立国分寺市民プラザ聞きた1の14の1情報公開コーナーでは報告書を販売しています販売価格500円税込み写真があります総合オンブズマンから平成30年度の運用状況の報告を受ける永見和夫市長 左、写真終わり問い合わせオンブズマン事務局直通電話505-5127持てる力を市政に生かしませんか令和2年度採用国立市職員募集職種募集定員丸一。 一般事務職初級高校卒業程度若干名丸2一般事務職初級障害者枠若干名受験資格年齢要件等丸1平成10年4月2日から14年4月1日に生まれた方丸2 次の要件をすべて満たす方平成5年4月2日から14年4月1日に生まれた方次の1から3の手帳等の交付を受けている方応募時及び面接試験日当日において有効であることが必要です1身体障害者手帳2 都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳。例えば東京都においては愛の手帳。または児童相談所。知的障害者厚生相談所。精神保健福祉センター。精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書。三、精神障害者 保健福祉手帳募集要項の配布市ホームページ国立市職員募集についてからダウンロードできますなお10月25日金曜まで市役所2階33番窓口でも配布します平日午前8時30分から午後5時15分応募方法 10月25日金曜当日消し印有効までに問い合わせ先まで書留郵便でご提出ください提出書類は一切返却しませんまた当採用の目的以外には使用せず個人情報として適切に保管処理します問い合わせ郵便番号186-8501 富士見台2、2 4 7 1職員課人事人材育成係ガレージセール開催と出店者募集ゴミ・原料資源の有効活用の一環としてガレージセールを開催します日時10月5日土曜午前9時30分から午後3時撤収時間を含む 雨天中止場所大学通り西側緑地帯一橋大学正門南側なお大学通りと周辺道路は駐車禁止ですご来場の際は公共交通機関等をご利用くださいガレージセールに出店を希望される方は必ず次の出店者説明会にご出席ください 出店資格市内在住在勤で営利を目的としない方日時9月30日月曜午前10時から11時予定時間厳守場所市役所3階第1第2会議室出店数50区画申し込み多数の場合 当日午前10時に抽選を行います。午前10時以降にお越しの場合、抽選を受けられませんのでご注意ください。費用1区画1000円。説明会受付時集金。釣り線のないようお願いします。主催、国立のリサイクルを考える会。講演、国立消費者団体連絡会。 問い合わせ、町の振興課コミュニティ、市民連携係。資源回収推進奨励金第2期分交付申請、締め切り日のお知らせ。第2期分の奨励金を受けようとする登録団体は、資源回収推進奨励金交付申請書に、回収業者が発行する取引伝票を添えて、 9月30日月曜までに問い合わせ先まで提出してください。締め切りを過ぎると第2期分での振り込みができませんのでご注意ください。口座名義の振り仮名を忘れずに明記してください。登録団体の代表者等が変更となった場合は、登録内容変更届の提出が必要です。変更があった団体は、 問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、ごみ減量化清掃係。直通電話、576-2119。21回環境フェスタ国立開催。申し込み不要、費用無料。日時、10月19日土曜。 午前10時から午後3時場所市民芸術小ーホール富士見台2-48-1八穂第四公園富士見台2-49市役所西側広場苗木や草花をご提供くださいご自宅に整理したい苗木や草花などがありましたら ご提供くださいお預かりした苗木や草花は緑のコーナーで希望される方に配布します受付10月19日土曜午前10時から正午に環境フェスタ国立の緑のコーナー前正午より希望者へ配布します参加団体の事前展示を行います 環境フェスタ国立の開催に先駆けて、環境についての作品や活動報告などの展示を行います。日時、10月18日金曜午前10時から午後5時。場所、市民芸術ショーホール2階ギャラリー。問い合わせ、環境フェスタ国立実行委員会事務局。 市役所ゴミ減量化清掃係内直通電話576-21199回国立市町づくり審議会10月9日水曜午後2時30分から終了時間は未定市役所3階第3第4会議室問い合わせ 都市計画課指導係日頃の防災・減災にぜひご利用ください通電による出火を防ぐ「関心ブレーカー」を設置しましょう東日本大震災では本震による火災件数の過半数が電気関係に伴う出火でしたそこで、お住まいなどに 関心ブレーカーを設置することをお勧めします。関心ブレーカーとは、地震時に一定以上の揺れを感知した場合、強制的にブレーカーを落とし、電気が原因で起こる火災を防ぐ器具です。なお、9月5日号の司法に織り込んだ、国立市防災用品圧っのお知らせのチラシにも、関心ブレーカー、簡易タイプ、 をご紹介していますので、ぜひご覧ください。関心ブレーカー。1。会員タイプ購入費用を一部助成します。次の助成対象区域にお住まいの方が、関心ブレーカー、会員タイプを購入する費用の一部を市が助成します。助成金額2000円。対象経費が2000円を下回るときは、 1> 1, 円の助成となります対象区域北2丁目東1丁目から4丁目中1丁目から2丁目西1丁目から3丁目富士見台1丁目2住宅用消火器の購入費用を一部助成します次の助成対象区域において地震による 住宅の出火及び延焼を居住者などが自ら防ぐため住宅用消火器を購入する費用の一部を市が助成します助成金額対象経費の二分の一、千円未満切り捨て助成金額は1万円を上限とします対象区域北1丁目から3丁目東丁目から 1>, 1丁目から4丁目中1丁目から3丁目西1丁目から3丁目富士見台1丁目。12。共通事項助成を受けるには事前の申請が必要です。3。地域配備消火器の設置場所を募集。初期消火活動に使用していただくため、道路に面した民家の塀などに。 消火器を設置していますご自宅などに設置を希望される方は問い合わせ先までご相談ください問い合わせ1から3について防災安全課防災消防係東京都行政書士会立川支部と災害時における被災者支援に関する協定を締結しました 8月27日市は東京都行政書士会立川支部と災害時における被災者支援に関する協定を締結しました本協定により地震や風水害等の大規模災害が発生した場合にり災証明書の発行手続きや法律相談など被災者支援のために行政書士が関与できる業務相談等を受けることができるようになります また、今後も他の事業者との協定締結に向けて、引き続き検討を行っていきます。詳細は、市ホームページ等をご覧ください。写真があります。東京都行政書士会立川支部の方々と、長見和夫市長、中央。写真終わり。問い合わせ、防災安全課防災消防係。 第三第小学校で防災訓練を実施申し込み不要手話通訳付き雨天決行日頃から防災減災を意識していただくために地域の皆様の多くのご参加をお待ちしています内容前半初期消化訓練包帯法訓練 AED 訓練 段搬送訓練通報訓練等の体験後半校庭でマンホールトイレと応急給水船の取り扱い方の講習日時10月5日土曜午前9時30分から11時45分2段階避難訓練を実施する自治会の方は自宅から一時的な集合場所に集まり その集合場所から避難所、参照に避難する訓練を実施します。集合時間等は各自治会にご確認ください。場所、市立第三小学校東4、東4-24-1。問い合わせ、防災安全課、防災消防係。 国立市認知症の日イベント企画映画ケア人あなたで良かった上映会開催申し込み不要費用無料市では毎年10月の第3土曜日を国立市認知症の日と定めその前後の日程で様々な催しを開催しています10月26日土曜のイベント当日は午前に 映画ケアニンを上映します本作は主人公の新人介護福祉士が認知症の方との触れ合いから介護の仕事に本気で向き合うようになっていく感動の物語です誰もが必ず直面する介護を通して大切な家族のことを共に考える機会にしませんか日時10月26日土曜 午前9時55分から11時45分。会場9時30分。場所市民芸術小ーホール富士見台2-48-1。対象市内在住在勤在学の方小学生以上。定員100名。当日先着順。写真があります。映画 ケア人のチラシの写真です。認知症になっても住み慣れた地域で暮らしてほしい。そんな思いを込めて上映します。写真終わり。問い合わせ。高齢者支援課地域包括支援センター。市役所内。直通電話576-2123。国立市 在宅療養推進連絡協議会事務局。電話569-6213。国立市地域医療計画市民勉強会開催。申し込み不要。費用無料。市では平成30年度に国立市地域医療計画を策定しました。本計画を 手に取ってもらい、知ってもらい、一緒に考えてもらうために、6月から毎月、国立市地域医療計画市民勉強会を開催しています。市の地域医療や市民の皆様の思いのほか、かかりつけ医との連携や提供体制などについて、意見を交換しませんか事前に、市ホームページ、国立市 地域医療計画をご覧の上ご参加ください。日時場所10月11日金曜午後3時から5時東地域防災センター市長格室東1-13-1311月7日木曜午後7時から9時国立駅前国立国分寺市民プラザ会議室北 1-14-1問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター市役所内直通電話576-2123気軽に参加できる市民向け講演会知って安心薬の飲み方選び方開催費用無料 処方される薬の飲み方や薬局で薬を選ぶときのポイントなど薬との日頃の付き合い方についてわかりやすくお話しします日時10月30日水曜午後2時から4時場所東京都多摩立川保健所2階行堂。現在立川市羽衣町2-63に移転中講師 上村直樹氏、東京理科大学薬学部教授。対象、国立市、立川市、国分寺市、秋島市、武蔵村山市、東大和市に在住、在勤、在学の方。定員、80名、申し込み先着順。申し込み、10月18日金曜までに、氏名、電話番号、 在住、在勤、在学しているしよ問い合わせ先まで電話またはファクスでお伝えください。問い合わせ東京都多摩立川保健所企画調整課保健医療担当。電話524-5171。ファクス528-2777。 無料の検診を受けて健康チェックをしましょう。10月、11月、12月生まれの方に健康審査の受診券を9月下旬に郵送します。血圧や血糖値を高いまま放っておくと生活習慣病だけでなく認知症になる可能性が高くなるとも言われています。無料の検診を活用して現在の健康状態を確認しましょう。 対象、本年4月1日時点で、国立市国民健康保険に加入しており、令和2年3月31日現在の年齢が、40歳から74歳の方。令和2年3月31日現在の年齢が、75歳以上で、国立市後期高齢医療保険に加入している方。受診方法。 同封している指定医療機関に予約し受診してください指定の受診期間より前に受診したい方や受診期間を過ぎてしまった方でも令和2年2月末までは受診可能です必要書類を交付しますので受診の1週間前までに問い合わせ先までご連絡ください次の丸1丸2の場合は令和2年 2月末までの間に受診券を個別交付しますので、受診の1週間前までに問い合わせ先までご連絡ください。1、受診券を紛失された場合。2、年度途中で国立市国民健康保険、国立市後期高齢者医療保険に加入された方。4月以降に他の制度で、 健康審査を受診していないことが条件。問い合わせ。74歳以下の方。保健センター。電話。572-6111。75歳以上の方。健康増進課後期高齢者医療係。直通電話。576-2125。 後オンブズマンでは、市の機関等に対する苦情を受け付けています。問い合わせ、オンブズマン事務局、市役所北庁舎1階27番窓口直通電話505-5127、市50川国立防犯フェスティバル開催、申し込み不要 費用無料当日は特殊詐欺対策グッズ詐欺ストッパーを300名の方に無料配布します配布物はなくなり次第終了来場者が多数の場合は入場をお断りすることがあります日時10月2日水曜午後2時から4時会場1時30分 場所市民芸術ショーホール富士見台2-48-1問い合わせ立川警察署生活安全課防犯係電話527-0110子どもの最善の利益が実現される社会を目指して社会福祉法人国立子どもの夢 未来事業団を設立しました市では国立の子どもたち一人一人が夢と希望をかなえ未来に向かって光り輝きそして自立した生活を営むことができる町を目指して社会福祉法人国立子どもの夢未来事業団を8月28日に設立しました本事業団では矢川都営住宅の建て替えに伴う 矢川保育園の建設・運営や全国に先駆けて市が推し進めるソーシャルインクルージョン社会の一員として包み支え合い共に生きることのまちづくりの理念に基づく保育・幼児教育環境の向上など子育て家庭への支援に積極的に取り組みます。法人の理事長には 本事業団の設立代表者で白梅学園大学名誉学長及び日本保育学会会長として活躍されている塩見敏之氏が選出されました今後の取り組みについて一保育幼児教育環境の変化に応える保育園の運営令和2年度の矢川保育園の建設と3年度の開園 法律矢川保育園の民営化丸2町ぐるみの保育幼児教育の情勢と環境の整備令和4年度開設予定の矢川複合公共施設矢川プラスの管理運営矢川プラスについて矢川複合公共施設子ども高齢者にぎわいの視点で 地域に元気を生み出すという目的で、令和4年度に開設予定、ホール、多目的ルーム、児童館、子育て広場、子ども家庭支援センター、幼児教育センター、子ども発達支援事業を含む、などを併設します。当施設内に開設を予定している幼児教育センター事業、子ども発達支援事業を含む、 の運営。3、時代の変化に応える子育て施設の運営。矢川複合公共施設内に開設を予定している子育て広場、子ども家庭支援センターの運営など、矢川複合公共施設矢川プラスの完成イメージ図のイラストがあります。問い合わせ、社会福祉法人 国立子どもの夢未来事業団市役所児童青少年課事務スペース内広場お楽しみ会「卵大文字「TAMAGO」と一緒にハロウィンパーティー開催申し込み不要費用無料歌と踊りの音楽グループが今年も 子ども家庭支援センターにやってきます歌ったり手遊びをしたりと楽しい時間を過ごしましょう軽快なリズムに体もウキウキみんなで歌えば心もワクワクしてきますお友達を誘って皆さんでお越しください日程10月25日金曜時間丸1午前10時30分から11時 丸2、午後1時45分から2時15分。丸1、丸2とも同じプログラムです。出演、卵。対象、市内在住の未就学園児と保護者の方。10月25日金曜は、広場お楽しみ会のため、ランチスペースは利用できません。場所、問い合わせ。 子供家庭支援センター、子育て広場、富士見台3-21-1、電話、573-0192、西保育園、矢川保育園、遊ぼう会、地域交流、食育、ご飯の話、開催、費用無料、 保育園給食の試食会です食事用のエプロンや着替えなど必要なものをお持ちくださいなおできるだけ多くの方に参加いただけるよう各家庭1回までの参加でお願いします開催場所電話番号日時1西保育園富士見台3-45-1電話5 7 6の 721710月2日水曜午前10時30分から11時30分2矢川保育園矢保6800-2電話575-317710月10日木曜午前10時から11時30分対象定員 両保育園とも離乳食が完了しているお子さんと保護者の方各8組申し込み9月25日水曜より各保育園まで電話でお申し込みください受付平日午前9時から午後5時 RH グローバル人材育成基金活用事業 令和元年度第3回グローバルカフェ開催テーマ「ハロウィン」お茶とお菓子をいただきながら一橋大学の留学生と楽しくおしゃべりをしませんか英語が苦手でも大丈夫です留学生から出身国のお話を伺ったりハロウィンにちなんだお菓子やゲームを楽しみますグローバルに活躍する方からのお話は グローバルカフェに参加したことで海外に興味を持ち高校1年生でカナダに10ヶ月間留学した現役高校生から利用した制度や現地での状況についてなど留学に関して参考になるお話を聞きますフリートークタイムもあるので気軽にみんなで話しましょう「日時」「10月20日日曜午後4時30分から6時30分」「予定」 場所「カフェココタノ富士見台1の7の1対象市内在住在学の中高生」「店員15名申し込み先着順」「費用100円当日集金」「申し込み9月22日日曜より」「次のココタノまで電話またはメールでお申し込みください」 NPO 法人国立富士見台人間環境キーステーションカフェここたの電話573-9433水曜日を除く午後6時から8時 E メール KOKOTANO、OK、数字2003アットマーク 「Yahoo.co.jp」「写真があります」「グローバルカフェ開催の様子」「説明」「何人かのグループに分かれ中高生の男女が楽しげに話をしています」「写真終わり」「問い合わせ児童青少年課児童青少年係」「11月22日の日の いい夫婦の日に合わせてお二人の思い出となる特別な記念に国立市オリジナル婚姻届を提出しませんか市では結婚されるお二人の門出と末永き幸せを応援するため国立市オリジナル婚姻届を限定販売していますお二人の特別な日にぜひご活用ください 国立市オリジナル婚姻届はここが魅力国立市オリジナル婚姻届は副写式になっておりご提出いただいた婚姻届の写しが付属の台紙に貼り付いているため婚姻の記録を手元に残しておけます台紙には国立市の象徴でもある桜と一丁市の鳥四十から」のデザインをあしらっています お二人の写真などを飾って届け出の際には記念のお祝いスタンプを二人で押していただくサービスも行っています販売部数価格200部なくなり次第終了一部1000円税込み販売場所問い合わせ先の市民課記録係ほか 国立駅前国立国分寺市民プラザ北1-14-1金分堂中1-9-45でも取り扱っていますなお取扱時間は各施設や店舗によって異なりますまた都合により変更する場合がありますスペシャル特典あり国立市オリジナル婚姻届を提出されたご夫婦には 国立市商工会や市内店舗等の協力によるスペシャル特典をご用意しています。オリジナルスイーツのプレゼントや手作りジャムの割引販売など各種ご提供しています。特典のご提供にはご夫婦で国立市オリジナル婚姻届と一緒に撮影した写真の提示、または国立市オリジナル婚姻届の写しの提示が必要です。 スペシャル特典に関する情報は、市、ホームページ、国立市、オリジナルコイン届を販売しています。で、随時更新しています。特典内容は変更する場合があります。詳細は、問い合わせ先までお問い合わせください。問い合わせ、市民課記録係、直通電話、576-2116、 記念撮影シート前でお二人の記念写真サービスも実施中現在市役所1階の市民ロビーに国立市オリジナル記念撮影シートを展示し結婚されたお二人の無料記念撮影を行っていますお手持ちのカメラや携帯電話に付属のカメラなどでお取りしますので是非問い合わせ先までお声かけください 写真が3枚あります。いずれも国立市オリジナル婚姻届用紙の写真です。丸1、国立市オリジナル婚姻届の表紙。丸2、お祝いスタンプのサービスもあり。丸3、ペーパーフレームと婚姻届がついています。なお写真は撮影用に装飾しています。写真終わり。問い合わせ。 視聴室広報校長係子供の人権オンブズマンでは子供の人権侵害に関する相談を受け付けています問い合わせオンブズマン事務局北庁舎1階27番窓口フリーダイヤル012070-7830保険コーナー 申し込み問い合わせ健康増進課保健センター電話572-6111ご注意保健センターへの検診等でお越しの際は車での来所はご遠慮くださいがん一時検診受診日時点で国立市民の方が対象です一部有料です 費用が無料の検診からお伝えします。検診会場が東京都がん検診センターの検診から、検診日ごとに検診の種類、記号、定員を読みます。11月6日水曜、胃がん、あ、10名、肺がん、い、10名、胃がん、肺がん、う、40名、 11月14日木曜、胃がんえ10名、肺がんお10名、胃がん肺がんか40名。11月26日火曜、胃がんき10名、肺がんく10名、胃がん肺がんけ40名。11月6日水曜、14日木曜、 26日火曜あからけに大腸がん検診を追加する場合大腸がんセット記号は子です上記あからけに子を追記してくださいで、あ、子以上の対象者は40歳以上胃がんのみの方は35歳以上です毎年4月から 翌年3月の間に1回。なお、市で前回、がん検診を受診した方は、10ヶ月以上の間隔を空けてください。胃がんはバリウムを飲み、X 線検査。肺がんは胸部 X 線検査。大腸がんは、便鮮血検査になります。肺がん検診の付加検診があります。核胆検査。 下記に該当し希望する方50歳以上でタバコの喫煙指数が600以上の方現在は禁煙しているが過去に喫煙していた方も含みます喫煙指数イコール1日の喫煙本数×喫煙年数例として20本 ×30 年イコール600次に乳がん検診です 東京都がん検診センターの検診から11月12日火曜さ24名11月22日金曜し24名立川市内の指定医療機関での検診令和2年2月29日土曜まで記号はす対象は40歳以上の女性 全年,年度未受診の方費用は一部自己負担2000円です試食診プラスマンモグラフィー検査になります記号「す」で申し込まれた方には2週間程度で受診に必要な書類を郵送しますので届きましたら指定医療機関に予約して受診してください単独の大腸がん令和2年 3月31日火曜まで記号は背です対象は40歳以上検診会場は国立市内の指定医療機関です費用は無料です大腸がん検診は便専決検査になります申し込みから2週間程度で受診に必要な書類を郵送しますので 届きましたら、指定医療機関に予約ししてて受診してくだ、さい。胃がん・ディスク検診令和2年2月29日土曜まで記号は祖対象は令和2年3月31日火曜時点で50歳から59歳で今まで受診したことがない方受診会場は国立市内の指定医療機関 費用は一部自己負担500円胃がんリスク検診は採血検査になります申し込みから2週間程度で受診に必要な書類を郵送しますので届きましたら指定医療機関に予約して受診してください次に子宮頸がん保健センターへの申し込みは不要です9月30日月曜まで 対象は20歳以上の女性で生歴奇数年の7月から9月生まれの方10月1日火曜から12月28日土曜の対象者は20歳以上の女性で生歴奇数年の10月から12月生まれの方検診会場は市内の産婦人科医院岡産婦人科内野産婦人科河野 レディースクリニック費用は無料です健康保険証を持参し市内の産婦人科医院で受診してください西暦偶数年生まれの方は来年度の対象ですなおうちの産婦人科河野レディースクリニックは予約が必要です申し込み方法がん検診の電話申し込み 相談を受付中電話505-7030平日午前8時30分から午後5時10月2日水曜必着までに次の一から三のいずれかの方法で保健センターまでお申し込みください一はがきメールファクスで はがき裏面の記入例の必要事項を記入し保健センターへ送付メール・ファックス送付先は下記のメールアドレス・ファックス番号へ二電話で申し込みがん検診の電話番号にはがき裏面の記入例の必要事項をお伝えください三地・ホームページがん検診内にある 申し込み用ホームに必要事項を入力記号「す」「せ」「そ」は対象者であれば申し込まれた方全員が受信可能です抽選はありませんなお記号「す」「せ」「そ」の申し込みは上記の筆着にかかわらず「す」ソ「そ」は令和2年2月3日月曜「せ」は令和2年 3月2日月曜までであれば、いつでも受け付けています。メールアドレス、gan, ken, s hin, アットマーク c i t y k u n i t a c h i l g j p fax, 574-3930。記57入例、 はがきの場合、はがき表面、郵便番号186-0003、国立市富士見台3-16-5、健康増進課保健センター、はがき裏面、丸1がん検診受診希望、丸二氏名振り仮名、性別、丸三生年月日、 年齢。〇4、住所、電話番号。丸5、希望する検診の記号。複数記入か。なお、同一種類の検診で、複数の検診日のうち、いずれでも良い場合は、二つから三つの記号といずれもかと記入。〇6、拡短検査を希望する場合。50歳以上の方。 は、喫煙指数をご記入ください。申し込み多数の場合は抽選となります。前回落選された方優先です。上記・赤らしの抽選結果は、締め切り日のおおよそ1週間後に郵送でお知らせします。職場などで受診の機会がある方はご遠慮ください。なお、一部自己負担金は生活保護世帯、 中国残留法人支援給付世帯の方は無料です注意事項次の方は受診できません3項目あります前回の検診で要精密検査となりまだ精密検査を受診されていない方精密検査で異常のあった方経過観察中の方子宮を 全摘出された方子宮頸がん検診のみなお服薬中の薬病歴体調によっては受診できないことがあります申し込み問い合わせ健康増進課保健センター電話「5 7 2の6 1 1 1そなたの検診および講座」 保健センター電話572-6111子供保険発達支援係電話574-3311受付時間平日午前8時30分から午後5時富士見台3-16-5保健センター内10月の乳幼児健康審査 費用無料。場所保健センター。乳児散布。令和元年6月生まれ。1歳6ヶ月児以下しか。平成30年3月生まれ。2歳児しか。平成29年9月生まれ。3歳児以下しか。平成28年9月生まれ。 母子健康手帳、問診票、健康保険証をお持ちくださいなお対象者には個別に通知していますまだ届かない方は子ども保険発達支援係までお問い合わせください乳幼児歯科相談費用無料1歳前後から未就学児の方に歯科健康審査相談を実施します 日時10月3日17日各日木曜日場所保健センター申し込み電話で子ども保健発達支援係まで育児相談申し込み不要費用無料育児についての栄養や保険の相談を行います日時10月4日金曜 午前10時から11時、から午後1時15分から2時15分場所保健センター持ち物母子健康手帳バスタオル1歳未満のみベビー歯磨きステップ申し込み不要費用無料歯科衛生士による歯のケアについての講話や 歯科検診室の見学を実施します日時10月4日金曜午前10時15分から11時45分午後1時30分から2時45分場所保健センター問い合わせ子ども保健発達支援係電話574-3311 楽しくスタート離乳食初期講座費用無料離乳食初期の教室です試食もできます日時10月4日金曜午後1時15分から1時45分場所保健センター対象おおむね5ヶ月から6ヶ月のお子さんの保護者の方定員30組保育はありません 申し込み3か月から4か月検診時に申し込みを受け付けます転入の方や3か月から4か月検診を未受診で受講を希望される方は子ども保健発達支援係まで離乳食フェア申し込み不要費用無料7か月時以降の離乳食の試食や展示を行います日時 10月4日金曜午前10時30分から11時30分午後1時30分から2時30分場所保健センター問い合わせ子ども保健発達支援係ウェルカム赤ちゃん教室デイコース費用無料初めてお母さんお父さんになる方が出産育児について学び 安心して出産を迎えられるようにするための講座です。内容、栄養講話、出産と育児の準備、赤ちゃんと先輩ママとの交流、沐浴体験、妊婦体験など、日時、11月9日土曜、13日水曜、各日、午後1時30分から4時、場所、 保健センター対象、原則初めてお母さんお父さんになる方安定期に入る妊娠6ヶ月以降の受講をおすすめします定員24組申し込み先着順申し込み電話で子ども保険発達支援係まで健康栄養相談 費用無料血圧血糖コレステロール中性脂肪が高めの方などへ管理栄養士保健師が相談に応じます日時10月2日16日各日水曜日場所保健センター申し込み電話で保健センターまで電話572-6111 検診は受けた後が大切です。スマートライフ健康相談費用無料国立市の国保特定健診を受けた方で受診結果が基準値を超えた方にスマートライフ健康相談特定保健指導のご案内を郵送しています生活習慣病の予防や重症化を防ぐための 食事や運動の取り入れ方を個別にお伝えします日時10月1日火曜25日金曜30日水曜長期以外の日程を希望される方はご相談ください申し込み電話で保健センターまで成人歯科健康審査10月から12月生まれの 40歳以上の方に9月末に受診券を郵送します75歳以上令和2年3月末時点の方には航空機能検査も実施します受診券と健康保険証を持参の上受診してください受診期間10月1日火曜から12月28日土曜場所 成人歯科健康審査実施医療機関。なお、訪問による成人歯科健康審査を希望される方は、国立市歯科医師会。電話577-0418までお問い合わせください。問い合わせ保健センター。お口の健康チェック検診。費用無料。 国立市歯科医師会では無料の歯科検診を実施します。健康保険証を持参の上、実施医療機関で歯科検診を受けてください。対象、市内在住の満18歳から39歳の方。期間、10月1日火曜から11月30日土曜。場所、国立市歯科医師会会,会員の診療所。 無料歯科検診のポスターが貼ってあります問い合わせ国立市歯科医師会電話577-0418日曜祝日の応急診療は以下休日診療センター富士見台3-16-6電話576-2341午前10時から午後4時30分 午後6時から9時歯科桜休日歯科診療所富士見台3-16-17電話577-0418受診の際は保険証を忘れずにお知らせ納期内納入にご協力ください介護保険料 後期高齢者医療保険料第3期分と保育料学童育成料9月分の納期限は9月30日月曜です納入には便利な口座振替をご利用ください問い合わせ高齢者支援課介護保険係直通電話576-2122健康増進課 高期高齢者医療係、直通電話576-2125。児童青少年科保育幼稚園係、直通電話576-2427。児童青少年係。新70歳、新転入70歳以上の方へ。 シルバーパス10月の交付予定東京都では70歳以上の方を対象としたシルバーパスを申し込みにより発行しています費用は市民税課税状況で異なります令和元年10月1日火曜以降の新しいパスの有効期限は令和2年9月30日水曜です詳細は 問問いいい合合わわせせ先までお問い合わせください市内の臨時交付窓口は次のとおりです日時10月1日火曜から7日月曜午前9時30分から午後4時30分土曜日日曜日を除きます場所福祉会館1階富士見台2-38-5問い合わせ東京バス協会 電話035308の6950「福土保育所嘱託員募集」「募集人数若干名」「資格次の一から丸三のいずれかに該当する65歳未満の方」①「一保育士または社会福祉士の有資格者」 二教育職員免許法第4条に規定する免許上の保有者三放課後児童支援員認定資格研修の終了者勤務内容学童保育所での保育報酬時給1670円交通費ペット支給社会保険加入勤務期間 11月1日金曜から令和2年3月31日火曜勤務時間週5日から6日30時間以内学校休業日等に変更あり勤務場所市内学童保育所申し込み10月10日木曜筆着までに履歴書写真調布に 丸一丸二の方は資格証明書の写し、丸三の方は修了書の写しを添えて、問い合わせ先まで郵送またはご持参ください。日曜、祝日を除く、午前9時30分から午後6時。選考方法。書類選考の上、面接。面接は10月15日火曜、午後を予定。 問い合わせ、郵便番号186-0003、富士見台2-38-5、中央児童館、電話575-3224、以下囲み、履歴書等応募書類は一切返却しません。また、国立市嘱託院としての採用目的以外には使用せず、個人情報として 適切に保管処理します地方公務員法の改正により嘱託員等は令和2年4月以降は選考の上会計年度任用職員という名称に変わり任用内容が変更になる場合があります詳細は職員課へお問い合わせください囲み終わり東京都最低賃金改正のお知らせ 東京都最低賃金地域別最低賃金は10月1日火曜より時間額1013円に改正されます都内で働くすべての労働者に適用されます問い合わせ東京労働局労働基準部賃金課直通電話033512-1614 またはワンストップ無料相談窓口東京働き方改革推進支援センターフリーダイヤル0120232-86510月7日月曜から13日日曜は行政相談週間です費用無料道路社会福祉医療保険など 行政への苦情や要望にについいて気軽にご相談ください秘密は厳守します東京一日合同行政相談所各行政機関行政相談委員などが集まり行政に関する苦情要望等の相談に応じます日時10月3日木曜午前10時から午後4時場所 JR 新宿駅西口広場イベントコーナー以下の窓口でも相談できます行政駆除110番総務省行政相談センター聞く耳東京電話0570-090110なお IP 電話などをご利用の場合は電話03 ク a x 0 3 5 3 3 1 1 7 6 1東京総合行政相談所西武百貨店池袋本店7階直通電話033987-0229市の定例行政相談日時毎月 第4木曜日午前10時から正午予約制場所市役所1階市民相談コーナー問い合わせ町の振興課コミュニティ市民連携係不動産該当無料相談会開催申し込み不要費用無料弁護士税理士 一級建築士当協会相談員が不動産に関する悩みにお答えします秘密は厳守します日時10月1日火曜午前10時から午後4時場所 JR 武蔵小金井駅南口駅前広場主催問い合わせ校舎全日本不動産協会東京都本部多摩中央支部 電話042316-7822認定 NPO 法人東京多摩いのちの電話バザー開催申し込み不要食品雑貨などなど掘り出し物が多数あります日時10月6日日曜午前11時から午後2時場所 コミュニティスペース、朝日通り、東、1-14収益は、東京多摩いのちの電話の活動費に充てられます。ご家庭や会社からの検品も、ぜひご協力をお願いします。問い合わせ、認定、NPO 法人、東京多摩いのちの電話事務局、電話、042-328の 4 4 4 1 f クス0 4 2 3 2 8の4440ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ www.tamainochi.com 認定 NPO 法人東京多摩 命の電話・バザー開催申し込み不要食品雑貨などなど掘り出し物が多数あります日時10月6日日曜午前11時から午後2時場所コミュニティスペース朝日通り東1-14収益は東京多摩いのちのの活動費に充てられます ご家庭や会社からの検品もぜひご協力をお願いします。問い合わせ認定 NPO 法人東京多摩命の電話事務局電話042328-4441ファックス042328-4440ホームページ https コロン スラッシュスラッシュ w w w t a m a i n o c h i c o m 多摩白定協会報告会映画上映会開催費用無料今年の活動報告会では映画色とりどりの親子の上映会を行います 様々な違いを持った子供が直面する困難と、その経験から得られる喜びについてのプロセスが描かれています。6組の家族のストーリーに心揺さぶられ、人と違うことを好きになれる映画です。一人一人が違うように、幸せの形も違うし、無限に存在します。そのことを気づかせてくれる映画を一緒に楽しみませんか日時、 10月12日土曜午後1時から4時報告会1時から映画上映会2時から4時定員70名申し込み先着順申し込み9月24日火曜より問い合わせ先まで電話でお申し込みください場所問い合わせ多摩白ュ協会ピアス 富士見台1-17-4電話575-5911平日午前9時から午後5時ックアップ講習開催費用無料身だしなみを整えて元気に仕事をしましょう化粧品会社の方を講師に迎えて講習を行います 日時10月4日金曜午後2時から3時場所福祉会館3階中会議室富士見台2-38対象市内在住で講習後に問い合わせ先に登録していただける60歳以上の方定員30名申し込み先着順申し込み 9月24日火曜より、問い合わせ先まで電話でお申し込みください。問い合わせ、校舎、国立市シルバー人材センター、電話、577-0919、KEF、街角教室、歌声喫茶、開催、申し込み不要、懐かしのあの歌を、 みんんなで歌いませんか日時10月13日日曜午後1時から3時30分会場0時30分毎月第2日曜日に開催しています場所 KF 町角ホール富士見台1-7-1富士見台第1団地1号棟 講師、郡、悦子氏。店員、五十名。当日先着順。費用、千円。ドリンク、お菓子付き、当日集金。二回目以降、九百円。主催、問い合わせ。NPO 法人、国立富士見台、人間環境キーステーション。e メール machi.com。M info.gmail.com 電話573-1141平日午後1時から5時インターネットで KF カ角ホールと検索してください今年もサンバがやってくる富士見大フェスティバル開催 大好評のサンバパレードのほか、豪華景品のあたるビンゴ大会や、コンサートなどのイベントが盛りだくさん。焼きそばなどの模擬店も大充実。皆さん遊びに来てください。日時10月19日土曜午後1時から4時30分。場所、富士見台第一団地卵広場。 富士見台1-7-1富士見台第一団地前問い合わせヤホ駅北口商店会電話575-4711内藤図書館カレンダー中央図書館北市民プラザ図書館の休館日はいずれも火曜日10月1日8日 15日、22日、29日22 29開館時間中央図書館午前9時30分から午後7時土曜日曜祝日は午後5時まで北市民プラザ図書館午前9時30分から午後5時祝日を除く水曜日は午後7時まで。 分室の開室日時間は次の通りです下野保月曜金曜午後2時から5時臨時開室9月28日土曜南市民プラザ月曜水曜木曜金曜午後2時から5時土曜日曜午前10時から午後5時青柳 水曜、金曜、午後2時から5時。臨時会室、9月29日日曜。東、水曜、木曜、日曜、午後2時から5時。金曜、土曜、午前10時から午後5時。矢保東、水曜、金曜、午後2時から5時。 なお月曜から金曜の各分室開出日が祝日等と重なった場合はお休みです問い合わせ中央図書館電話576-0161北市民プラザ図書館電話580-7220みんなの伝言版 市内を拠点とする団体等のイベント催し物に限ります政治宗教活動営利目的に関するものは除く掲載内容については各団体へお問い合わせくださいイタリア文化を楽しむ日本語が堪能なイタリア人講師と料理音楽美術映画などの話題を楽しむ日時 10月12日土曜11時から12時30分費用1500円場所ギャラリーカフェ M 問い合わせ電話080-4355-3095伊藤水泳初心者から上級者久しぶりの方も楽しくどうぞ日時 9月27日金曜10月4日11日18日いずれも金曜午前10時から正午場所総合体育館室内プール費用月3000円体験あり問い合わせアクアかもめ電話574-8633梶原 世界の民族太鼓などを楽しく叩いてすっきりと体験日時9月30日月曜10月7日月曜21日月曜いずれも13時30分から15時場所郷土文化館行堂。費用1回1100円問い合わせ叩いて健康電話080 「地域が育ててきた無形文化財野暮天満宮獅子舞の稽古を見学しませんか?」「日時10月19日土曜20時より」「場所野暮天満宮駐車場内三周年」「問い合わせ野暮天満宮獅子舞保存会」「電話090」 8855-1314北島美鳥エクササイズウォーキング地場産の朝取り野菜の農家さん巡り日時9月26日木曜午前7時から8時雨天中止費用無料場所城山里の家前集合申し込み問い合わせ 電話090-1764-4044沢井幸恵お弁当と家計のお話日時10月28日月曜午前10時から11時半場所ママの森幼稚園ホール東4丁目費用300円キッズコーナーあり問い合わせ 多摩友の会国立方面電話0 9 0 9 6 8 5 4 1 4 0笠原ダンスパーティー6名館へのお誘い日時10月6日日曜13時から16時場所福祉会館費用500円次回300円 サークルご案内9月26日10月10日17日木曜18時から初心者歓迎問い合わせ電話090-7714-2322細田2020年度入園説明会日時10月7日月曜 午前9時15分から正午未就園児園庭開放と体験保育日時10月8日火曜午後2時30分から4時30分雨天開催申し込み不要場所問い合わせ国立学園付属片番幼稚園電話572-4776 第9回平和首長会議国内加盟都市会議総会ピースフロム国立開催手話通訳付き平和首長会議とは世界の約7700都市の参画のもと核兵器の廃絶と世界高級平和の実現に向けて活動を行っている組織です。会長は 松井和美広島市長が務めています市では今年度の国内加盟都市会議総会の開催都市として市や市民の皆様の平和への思いや取り組みを伝える国立市プログラムピースフロム国立を開催します国立市から平和への思いを発信しましょう日時10月24日木曜 午後2時30分から5時30分会場1時30分場所市民芸術ショーホール富士見台2-48-1プログラム私の8月15日パネル展協力株式会社イマジン社国立アートビエンナーレテーマ曲祝祭演奏 指揮山本康夫氏演奏国立音楽大学附属中学校高等学校生徒の皆さん国立市平和事業の取り組み発表永見和夫市長国立原爆戦争体験伝承者講話の紹介国立原爆戦争体験伝承者国立平和組局 祈る日合唱指荒木泰利氏ピアノ小宮泰弘氏朗読長野照雄氏斎藤真帆氏合唱市民合唱団平和市長会議青少年平和と交流支援事業広島ピース参加者報告一般観覧の方を募集します 費用無料対象市内在住の方定員20名申し込み先着順観覧車には記念品を差し上げます申し込み2月24日火曜から10月4日金曜の午前8時30分から午後5時15分に問い合わせ先まで電話でお申し込みください申し込みの際に氏名、住所、 電話番号をお伝えください写真が二枚あります一枚目国立平和組曲祈る日合唱の様子二枚目国立アートビエンナーレテーマ曲祝祭の演奏の様子写真終わり問い合わせ視聴室平和人権ダイバースティ推進係五月の相談 内容、日時、場所、担当、連絡先の順に読んでいきます。内容、法律、日時、2日水曜、16日水曜、午前9時から11時30分、9日水曜、23日水曜、午前9時から午後4時、担当、弁護士、女性のための法律相談、 18日金曜午前9時から11時30分弁護士税務3日木曜午前9時30分から正午税理士人権身の上8日火曜午前10時から正午人権擁護委員不動産10日木曜午前9時30分から正午 宅地建物取引士当期法律」「10日木曜午後2時から4時30分」「司法書士」「相続遺言等書き方」「11日金曜午前9時30分から正午」「行政書士」「交通事故」「15日火曜午前9時30分から正午」「弁護士」 労働・年金17日木曜午前10時から正午社会保険労務士行政24日木曜午前10時から正午行政相談委員外国人随時受付英語中国語韓国語ほか以上11件の連絡先場所などは次のとおりです 予約受付開始9月25日水曜午前8時30分から電話課市役所1階市民相談コーナー代表電話576-2111内線178なお事前予約定員制1案件につき1回のみ30分無料ただし 人権身の上相談は60分以下も続けて内容日時担当場所連絡先を読んでいきます消費生活相談休日祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後4時国立市消費生活センター町の振興課内直通電話576-3201 総合オンブズマン休日祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時オンブズマン事務局直通電話505-5127ひとり親家庭等女性相談休日祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時 担当は母子・父子自立支援員子育て支援課・子育て支援係代表電話576-2111内線168女性相談は市長室男女平等女性支援担当代表電話576-2111内線403 受付時間月曜から金曜は午後7時から9時45分土曜日曜休日祝日は午後5時から9時45分夜間休日女性相談電話相談電話0702632-1078男女平等生き方相談等 月曜から金曜は午前10時から午後6時土曜日曜休日祝日は午前9時から午後4時国立男女平等三角ステーション国立駅前国立国分寺市民プラザ内相談専用電話501-6996問い合わせ電話501-6996 「健康」「休日祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時」「保健センター電話5 7 2の6 1 1 1病育」「休日祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時」「担当は 教育相談員対象3歳から18歳教育相談室電話576-2109要予約いじめ相談電話576-2050子どもオンブズマン休日祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時 子どもの人権オンブズマン専用電話フリーダイヤル012070-7830子ども育児祝日を除く月曜から土曜午前8時30分から午後5時子ども家庭支援センター電話573-0965子ども発達相談 休日祝日を除く月曜から金曜午前10時から午後4時子育て支援課子供保険発達支援係電話580-1282ひまわり相談少年飛行等祝日を除く偶数月の第一金曜日午後1時から3時担当保護士 福祉総務課代表電話576-2111内線152中国残留法人等支援相談休日祝日を除く月曜木曜午前9時から午後5時要予約担当は中国残留法人等支援相談員 福祉総務課代表電話576-2111内線152高齢者障害者のための法律相談祝日を除く第3金曜日午後2時から4時要予約担当は司法書士社会福祉協議会福祉会館1階電話 5 22暮らしの相談・心配事日時2項目あります1休日・祝日を除く月曜水曜木曜金曜午前9時30分から正午社会福祉協議会福祉会館1階電話575-32222 休日、祝日を除く月曜から金曜、午前9時30分から午後5時。電話相談、フリーダイヤル、0120-294-201。暮らしの相談の担当は、民生委員、児童委員、社会福祉協議会職員などです。外国人のための相談案内。 事前予約制随時受付は市民相談コーナーまで代表電話042576-2111外国人と関わりをお持ちの方からの相談も受けます以上で司法国立を終わります制作完了2019年9月音訳編集 中澤美希子、後世金子翔子、制作は国立中央図書館でした。